く。目のつぶしていきます。ありがたい、ありがたし、いてててて、はい、いたでもありがたい。そこなんですよ、ずっとなんかもうもやもやもや、いてててて、めちゃくちゃ目使ってますからね。うーん、おーしびる。頭がガチガチっすね。毛抜けますよ本当に。まだ抜けますね、うん、こんな硬くなってたらやばいっすね。後頭部白髪ありましたからね。ああ、うん、前なかったやつですよ。本当ですか。うん、多分こう短期間で出てきたんだと思いますよ。やばい、本当。やばい。お顔までちゃんと入った方がいいなと思って。硬いっすね。本当に硬い。もう今息が止まってましたよ。入らない。そうで
そこなんか調子悪かったところなんですよ。ああ、はい、知ってたらすみません。いい、どんどん、あ、じゃあ、よいしょ、ね、いい、おお、おお、痛いけど気持ちいい。お、うー、肩甲骨関係あるのだとね、なるので、そうそう、ちょっと休み中特訓しましょうか。ありがとうございます。もう張ってますもん、ピンピン、うん、ですよね、多分手だともう痛すぎるんで。まああれですもんね、こう普段のことが YouTube が一番になっちゃうと、こういう動きとかも普段はないですもんね。そうなんです。そういう生活スタイルとかも変わってるから、使い方とかがね、やっぱりちょっとここは今考え直さなければいけないし、いや本当にそうです、キロですね、うん、これ以上無理はしないっていうのは本当に今からだと思いますけど、すね、先延ばしにしないで、
ボール痛みの原因は脳とも言われてるんで、そうですね、脳が調子悪いとね、体は全部良くなくなるんで、そうですね、休まないとですよ、そうですね、頭を、脳を休めないと、そうですね、もう全部自分で真似た結果ですからね、でそこの自販機でメロンソーダ買って飲みながら帰ります。メロンソーダやめた方がいいです。ダメですか。メロンソーダやめくないですよね。本当ですか。あの糖分は体を老化させるんで。じゃあところてん買って帰ります。なんでところてん。あったかいハーブティーとかなんか結構がまあリボスティーお出ししますけど。ありがとうありがとう。まあ、こう体の刺激になるようなものは避けた方がいいです。交感神経刺激するので炭酸水とかもやっぱちょっとこうあれじゃないですか。こう喉とかにこう痛みが軽くあってするじゃないですか。なるほど。刺激が強いです。なるほど。多分こう日頃からそういう冷たいものとか。いい。はい。刺激があるものでちょっとそのカツを入れながらなんとか頑張るみたいなになってる部分もあると思うんですけど、それも良くないですからね、うん、はい、おお、時間的にはこういう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、行いました。塊叩きますね。はい、はい、以上ですね。ありがとうございます。お疲れ様でした。わかりました。はい。いろいろと心当たりが多すぎる。いやだと思います。はい、1時間はあっという間でしたね。いやなんかほとんどなんか背中でしたねやっぱり。ねえ、もうこの辺の硬さはでも本当にでも腰もひどかったんですよね。ひどいとか言っちゃうとあれなんですけど、いやいいとこなかったですね。はっきり言った方がね、はっきり言ってほしい人と遠回しにした方がいい人といると思うんですけど、哲也さんははっきり言われたいということで、まあ、ちょっとはっきり言うとすごい方ですね。やばいですね。うん、ちょっとまた、うん、
もう負けずに。そうですね、今回すごい空いちゃったのもあるので、その間に多分結構いろんなことで、まあ、忙しかったりもあって止まっちゃったんですよね。あれ、悪いのが止まりましたね。終わってみて今どうですか？いや、いやでも背中はだいぶスッキリしました。うん、あとはだから根本的な生活の改善ですね。そうですね、多分こうやってる間にもやっぱりその今まで全然リラックスできてなかったっていうのが積み重なってるので、力が抜けにくい体になったり、結構その2ヶ月の間にこう体が固まった状態だったり、うまみが出た状態っていうのがキープされてしまって、はい、それが取れにくくなったりっていう風にして、まあ一応ある程度は、まあ、さよさ整えたりとか、まあ、できてるので、まあ、今日寝ていただくと、まあ、結構、まあ、一旦は上がってくるとは思うんですが、まあ、無理してればまた元の木阿弥なので、そうですね、今度はちょっとあまり開けずによろしくお願いします。次回お楽しみに。次回お楽しみに。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、チャンネル登録ですね、お願いいたします。哲也さんもね、チャンネルやられているので、はい、はい、哲也さんの動画もぜひチェックしてください。よろしくお願いします。はい、こちらでね、撮ったやつをね、別のアングルで、はい、はい、公開されるってことになりますので、はい、はい、よかったらどうぞ、ね、他のもいろんなね、肩もみ動画とかもそうですね、はい、やってますね、されてますので、はい、今日でも休みます。そうですね、休みます。はい、もう体を見ながら、皆さんもね、無理をしないようにお願いいたします。こんななっちゃいますよ。いやね、本当に。では、See you!